とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り、やっていきます。5周行きましょう。5周。いつも通りの5周。まあ、これがね、なかなか時間はかかるのよ。で、ちょっと教えてもらったやつで、チルゲイルナイフ、あ、違う、テンペストナイフと、何だったっけ？ここが強化メールだな。テンペストと強化メール。そして、夜の弓をすると、雲の防具が出やすいっていう話だね。で、夜の弓俺持ってないんだよな。なので、それに準ずるようなやつ、なんかないっけ？あ、この辺か。でもね、これ、もう二度と、手に入らないユニークだから、これは入れたくないなぁ。まぁ、ちょっと、選びながら、やっていきたいと思います。5周いきます。おっと、ここ俺初めてだ。雨降ってるとこなんて俺初めて来たぞ。ここだな？ここじゃない？スパイダーアーマーを落とす、ボスっていうのは。ここでしょ。うん。こいつ？あ、こいつか！落とせ！あ、違う。ちょっと待って、山猫アーマー。あ、ちょっと待って、これ、帯電ついてるって、これさ。これ、レベルをさ、17にしてきてるから、これだったけど、普通に戦うと、これはきついかもな、帯電付き。まあ、寄ってくる敵じゃないから、なんとかなるか。それでは一周目おしまいです。新しいの出てきたね。よかった。商人見てみましょう。おっと、ミステリーアーマー。あー、ダメだね。ミステリーアーマーは HP 吸収がつく可能性があるから、見てるんだけども、よろしくない。次。全部ノーマルか。いりません。ノーマル品しか出ないぞ。こういう時あるもんね。ノーマルしか出なくて5周終わっちゃうっていうのが。そういう悲しいことはやめてくれ。まあ、とりあえず、なしだね。2周目いきまーす。あれ？ここも俺見たことないかも。見たことないね。多分。え、ここも初めてじゃない？おそらく見たことないよ。え、ちょっと待って、これ何？って戻ってくるんかい。行きます。誰？あ、初めてだ。で、エンダーマン。すげえな。しかも、輝きのエンダーマンって。これ普通に戦うとするなら結構、厳しいね。どうすんのこれ。あ、まあまあまあ。相手は、光と長弾、マルチショットと巨大だから、まずはエンダーマンを処理していけば、いけるね。うん。おっしゃー！何が出てる？あ、それか。いらねえやつだ。はい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 。お、面白いこの敵。この敵は面白かったぞ。よっしゃ。周りがエンダーマンが、ちょっとびっくり。はいはいはい。いつものやつね。いつものやつですよ。まあ、冬の指先の最強のやつ出てくれ！はい、外れー。いった！ちょっと待って、なんで、あ、トゲか。ちょっとトゲ痛すぎるな。トゲめちゃくちゃ痛い。2周目終わり、見に行きましょう。今日は新しい古代人が出ていいね。いい感じ。ここは全然よろしくない感じだね。はい、次。よろしくないね。いやー、ノーマル品しか出ないじゃん。ノーマル品しか出ない。あ、これは、あ、バトルスタッフか。いらないね。はい、次行きます。
久しぶりやね。無敵だ。無敵は、あの、ハンマーをね、よく出すんだな。こいつを、そうね、プラス25で倒すにはちょっとどうするかを考えてみよう。周りがこれだから、あ、まあ、ああ、なるほどね。うんうん、エレメントのカバンで、まあ、なんとかできるレベルではあるか。はいはいはい。やっぱそれじゃないとちょっと勝てないかな。おい、たたたたたた、おい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 、霊気がついてんだね、無敵自体に。すごいね、帯電やらなんやら、もうもう嫌なスキルのオンパレードだわ。危ねえ、おいおいおい、回復したぞ回復したぞこのレベルでこれだからね、やっぱなかなかのもんだよ。はいはいはい、ノーマル品ですか。次行きましょう。こいつも久しぶりだな。見回り組だったっけ。こいつもプラス25では戦ってないね。上に出るでしょ。で、あー弓か。まあ、ここに行って、あ、いや、そうね、やべ、毒の雲があるから、あーしと、あ、毒の雲だけか。難しいね。こいつ戦うのはちょっと難しいかも。もう一回来た。行きましょう。一回こう引く感じがいいのかな。いや、当たらんな。あ、これ当たるわ。うん。今の感じ？いや、わかんない。3周目終わり。見ていきましょう。はい。ああ、防具多いことはね、いいことなんだけども、いまいちです。いや、ないね。ないね。ノーマルばっかじゃない？今んとこ一個も出てないよね。今んところ一つも、ユニークが、出てない。出ないか。ダメ。はい。4周目行こう。はい、来た。止まらない牙。行きましょう。ここはもうね、倒してるから。プラス25でも大丈夫。でもほんとこれね、普通に倒そうと思うと、なかなか辛いよね。おっと、ピグリンの誇り。でもあれ自体使えないしな。またここか。多いな。なんか、来るとこ来ないとこ、はっきり分かれるよね。あ、おお、そうかそうか、変更だった。そうだった。即死してしもうた。まあいいわ。近距離で思いっきり食らった。うわ、これ。きっついな。トゲがきっつい。はい、あ、ドノーマル品ですね。4周目終わり。見ていきましょう。ほんと今回ユニークが全く、おお、今回あったあったあった、よかったよかった。でもよくない、いらない。ああ、いやよくない。よろしくないわ。ようやくね、なんかちょっと良さそうなの出たと思ったんだけど、よろしくはないね。はい、次。あ、いやいや、よくない。いらないか。ないな、出てこないよ。うわ、ダメだ。ダメだね。ラストいきます。5周目おしまい。お店見てみましょう。おっと、呪われたやつが来てるぞ。いや、よくないよくない。スタンか、スタン。え、あ、まあちょっと意味はあったか。ボスには効かないけどね。エンチャントのやつにはどうなんだろうな。いやー、好
切るが微妙かな。まあそうね、輝き、雷、クリティカル、悪くはないか、悪くはないね。まあこの輝きのところが吸血の方がいいかな。まあいいや、一回買っときましょう。悪くはないっていうことで。これは、そうね。HP 吸収がないからね。これ吸収があって、このエンチャントだったら、ありだったよね。変更と、ポーションバリア。ああ、そうか。吸収のやつってクールダウンがもともとついてないのか。まあいいや。次。おお。おー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 おおお、なるほど。いりません。これもいらない。太陽の愛。太陽の愛はいりません。はい。いいよ、伝説の剣が出たかもしれない。いりません。これもいらない。来い。微妙すぎる。エンチャントが微妙。はい、次。ダメだね。ダメかな。ダメです。はい。では、5周終えたところで、見ていきましょう。どんぐらい出た？こっからだもんね。このラストラーフの後から、です。ということで、10個、出てます。見ましょう。ショートボー。いいんじゃないかな。いや、違うわ。これは、持ってた。持ってたんだ。これは持ってたやつだ。違う、こっからだ。山猫からだ。そうそう。山猫。ショート号から見ちゃった。いらないね。いりません。てか、ほぼノーマルじゃねえか。グレートハンマー、もちろんいらない。強化メール、いりません。スノーアーマー。なんだ、黄金スキルがレベル2ばっかり。ほら。ダメ。よくない。で、呪われた斧はもう見たから、次、ピグリンの誇り。巨大化か。いや、いらないかな。いらないね。さあ、これ、魂のハンタークロスボウは、エンチャント2つ。話になりません。はい。まあ、最後に、呪いの斧が、商店で売ってたから、まあ、これはありとしましょう。今度使ってみるね。はい。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。